こんにちは、日光富士です。今私は東武日光駅に来ています。今日はですね、日光駅のすぐ近くの美味しいお寿司屋さんでテイクアウトのお寿司を始めたというので早速お願いしました。取材をしてみたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、こちらになります。神寿司さんですね。じゃあ早速入ってみたいと思います。はい、こちらです。こんにちは。はい、綺麗ですね。こんにちは。こんにちは。はい、神寿司です。今の時期だけの限定でちょっと酢飯を使った天丼のお持ち帰りをやらさせていただいています。あとはその他に、マグロ寿司、鉄火丼、鉄火巻きとちょっとメニューは少なく絞ってやらさせてもらってるんですけれども、この時期ならではのちょっとなかなか食べられないまかないの酢飯の天丼になっております。野菜も4種類、お寿司で使っているエビ、イカ、ホタテなんかも海鮮も入ってますのでぜひご賞味ください。マグロの方もちょっと価格を、普段よりもちょっとお安くフェアということで提供させていただいてますのでぜひこの機会に、マグロを食べて元気になってください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、お店に戻ってきました。いやー美味しそうですね。うーん、美味しそう。よだれが出ます。マグロですね。それから鉄火巻きです。それから鉄火丼ですね。あー、ボリュームがいっぱい。それで、若旦那おすすめの天丼ですね。早速今日家族でいただきたいと思います。神寿司さん、いただきます。いかがだったでしょう。今日は、日光の美味しいお寿司屋さん
米吉浩司さんのテイクアウトのお寿司を紹介しました。握り寿司は、とても身が厚く切ってあってですね、それから、鉄火巻きもすごく美味しかったです。鉄火丼も、漬けにしてあってですね、お刺身がマグロがとっても美味しかったです。若旦那おすすめの寿司飯の天丼なんですが、これも意外と違和感なくとっても美味しくいただきました。ボリュームもたくさんあってかなり、お腹いっぱいになりました。ファミリーでシェアしたんですが、完食でした。本当にごちそうさまでした。浩司さんのテイクアウトお寿司は一応予定では5月の31日まで予定しているそうです。それ以降は、Facebook などで情報をアップするそうなので、そちらもチェックしてみてください。概要欄に浩司さんの Facebook のアドレスも貼っておきます。浩司さんはファミリーでやっている、とってもあったかい雰囲気のお寿司屋さんです。私も次回はですね、ぜひチャンスがあれば直接食べに行って、アットホームな雰囲気を楽しみながら美味しいお寿司を握っていただきたいと思います。また行くのを楽しみにしてます。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。日光水して結構という中で、また次の動画でお会いしましょう。